皆さんこんにちは、ステラです。ラウンドポーチのアップリケが終わりました。で、アップリケが終わりましたら、しつけを取ってアイロンをかけてください。はい、では今日はですね、もう一度復習としてキルティングのしつけのね、仕方をやっていきたいと思います。キルティングのこの当て布もアイロンをしてください。キットに入っている時は、白い生地が通常入っているんですけれども、今回はちょっとね、歯切れがありましたので、クリーム色を使用していきたいと思います。当て布の上にキルト芯を置きます。で、これもちょっとね、エコ活用で縫い合わせてあります。で、キルト芯ね、これドミット芯なんですけれども、裏表がね、あるんですね。この引っ張った時にちょっとボワッと出る方と、この圧縮されてるね、面があります。どちらを上にしてもいいんですけれども、当店ではこの圧縮された方をトップ生地に当てるようにしています。はい、では鳴らします。で、上からトップ生地をね、置きます。はい、で軽く鳴らします。はい、そうしましたら真ん中に一つ待ち針をします。今回は小物で、小さいのでね、たくさん待ち針は落ちません。真ん中と、端っこぐらいにね、打てば OK です。はい、ではしつけしていきます。で、小物の場合も、中心から放射状にしつけをしていきます。今回は上下斜め左右8本で大丈夫です。ではしつけしていきます。8本のしつけがね、終わりました。で、続いてキルティングの補助布もね、つけてきます。小物の時は補助布をつけなくてもいいですかっていう質問結構いただくんですけれども、私的には小物の時こそ補助布をつけた方がいいと思ってます。なんでかっていうと、ちっちゃいね、フープを使えば済むんですけれども、ちっちゃいフープって結構使いづらいんですね。で、やっぱ30センチとか35センチとかのフープを使うと、どうしてもこの端っこが入らなくなっちゃうんですね。ここね。なので、この場合だと、今上と下ですね、ここに補助布があった方がキルティングがすごくやりやすいです。あと、やっぱりね、全体的に同じ力加減でフープで引っ張られるので、やりやすいですね。はい、じゃあ補助布つけていきます。今回は、このね、上と下、今でいうとこの左右なんですけれども、左右のところは生地が結構余ってますので、今画面で見てる上と下に補助布をつけていきます。で、出来上がり線が今ね、ここに引いてあるんですね。で、キルティング、エコーキルティングとかは、この出来上がり線より少し多め、2センチぐらい多めやりますので、少しね、開けておくことが大事です。ものによっては、この出来上がり線まで、
キルティングをするっていうこともあるんですけれども、まあ大体は、まあ、少しやっぱりね多めにやっといた方が、あのキルティングするとね縮んでしまうのでね、ここを気をつけてみてください。補助布をつけてきます。補助布がね、付け終わりました。私は小物でもこの大きい40センチフープを使っています。これはね、好みなんですけれども、まあ、私はちょっと少しね、まあ、面倒くさがり屋っていうところもあって、フープをなるべくつけたり外したりしたくないんですね。ですので、小物でもこのように補助布をして、フープ1回で済ましてしまいます。今回の場合だとここで1回全て縫ってしまって、次ね残りを縫うという形になります。で今回の、縫い方なんですけれども、あの多色になってますね。で多色の時は少しいつもと異なるところがあります。まず落としキルトをするんですけれども、一番初めの落としキルトはこの葉っぱの際と花の際のこのオレンジの部分ですね。まずこのオレンジの部分をぐるっとやります。そうしましたら次は重なっているこの花の葉っぱの周り、ちょうどこの白いとこですね、重なっているとこの白い部分を落としキルトします。でこの重なってる部分の落としキルトをすることによって出来上がった時にここがね浮かないんですね。こちらね前回作ったポーチなんですけれども、ここですね、ちょうど花と葉っぱが重なってるところ分かりますかね、ここね緑色の糸でお花の周りを落としキルトしてます。ここもですね、少しね細かい作業なんですけれども、これをするしないによってかなり出来上がりに差がついてきます。どうしてもねこうすごいちっちゃいところはできないんですけれども、まあ、2、3目でもできるところはやった方がいいと思います。であとはキルトラインにね書かれている通りに花と葉脈をキルティングしていきます。そうしましたらエコーキルトをしていきます。まあ、もちろんこう左側、今ね画面から見て左側の落としキルト終わったら右側をやっても構いません。ですが、まあ、私は先ほど言った通り何回もフープをつけたり外したりするのが面倒くさいので、まずこのフープの中で落としキルト、モチーフのキルト、エコーキルトを終わらせてしまいます。で大事なのはこのエコーキルトの本数ですね。でエコーキルトの本数は、まあ、左と右と同じ本数で来なきゃいけないので、あんまりやりすぎると今度はね右からエコーキルトやった時に辻褄が合わなくなってしまうんですね。ですので、まあ、だいたい今ここがね真ん中なので、真ん中に被らないぐらいまでは落としキルトをしています。でそこまでやったら今度は右側にフープを移して、また落としキルト、モチーフのキルト、エコーキルトという風にしていきます。はい、キルティングが終わりました。で先ほど説明したこちらのエコーキルティングのね本数なんですけれども、左から 1,2,3,4,5 本、右から 1,2,3,4,5 本で5本終わるとここね V に残りますので、6本目続けて、で7本目続けてやってください。で出来上がりの線より少し多め、まあ、1.5 センチから2センチぐらい多めにキルティングをしています。仕立てをする前に出来上がり線をね、かけ直すんですけれども、少
少しね最初に描いたこの出来上がり線より縮んでますので、少しね余分にキルティングをしておいた方が良いです。では次回はですね、ラウンドポーチの仕立て方やっていきたいと思います。また仕立て方も楽しみにしていてくださいね。はい、ステラでした。いつも見てくれてありがとうございます。またねー。